はい、皆さんこんにちは、三浦です。今回実況するのはドラゴンクエストヒーローズ闇竜と世界樹の城ですね。これはね、結構楽しみにしてました。で、あと楽しみにしていたのが2月の25日にあのダウンロードが始まったバイオハザードリベレーションですね。あれもすんごい楽しみにしてて、このねドラゴンクエストとほぼ同時期にリリースされるんで、どっちやろうかなと思ったんですけど、両方やります。うん、両方ともやりたいんでね。で、ドラゴンクエストに関してはですね、ゲーム実況に関しては今回が初めてですね。僕ゲーム実況を始めたのが去年の5月からだったんで、その間にちょっとドラゴンクエストの新作がなかったと思うんですけどね。10が出たか。Nintendo 3DS で10が出たんですけど、あれは新作じゃないですからね、完全には。さあ、じゃあ今回初めてのドラゴンクエストのゲーム実況をやっていきたいなと思います。まあでもね、個人的にはドラゴンクエスト結構やってたんで、あ、主人公選べるんだね。どれにしようかな。メイヤかっこいいな。あえて女の子のキャラクターに行くっていうのもいいんですけどね、セリフ読むのが結構大変になっちゃうんだよな。妖怪ウォッチの時はですね、ケイタくんとフミちゃんっていう女の子のキャラクター両方選ぶことができたんですけど、僕ね、フミちゃん選んだんだけど、なんか僕が実況するとちょっとオカマっぽく感じになっちゃしまうんで、ここはね、やっぱり男の子。俺でいいのか。うん、コントローラーから声すんだね。プレイステーション4自体がね、あんま経験がないからちょっと戸惑ってる今。結局メイヤーも出てくるんだね。メイヤーさんも出てくるってことで、これでいこう。幼なじみだって。簡単操作。これ途中で変えることできんのかな。うん、決定。オートセーブか。さあ、行きましょうかね。お、いきなり始まった。無限に広がる次元の遥か彼方、人間と魔物、二つの相入れぬ存在が手を携え共に暮らす世界があった。世界の中心都市エルサーゼでは、この日年に一度の祭りが開かれ、たくさんの人と魔物たちでにぎわっていた。なんか大の大冒険みたいな。僕の小学校、8年じゃねえや、8歳の時にドラゴンクエスト大の大冒険っていうアニメがあったんですけどね。読めたぞ、あの景品を手に入れる完璧な作戦が。声かっこいいな。すごい、さすがね。よし、私だって。お、要は当たればいいのよね。二刀流だ。玉込めどうやってんだろう。玉込めどうなってんだろう。ねえ、見て見て。うわ、ドラゴンクエストすんごい進化してんね。時は来たれり。ああ、平和な時間もうおしまった。平和な時間もう終わったんだね。早っ。平和の時間短いね。おお、凶暴化してる。もうこれ完全に大の大冒険と被ってんじゃん。どういうことだ。魔物が人を襲うなんて今までなかった。まさか全ての魔物がおかしくなってしまったのか。え、じゃあホミロンも。ホミロンか。あ
あ、こいつはなんか大丈夫そうだね。ホミロン、ホイミンかなと思ったけど。この子は平気みたい。だが見ろよ、城にまで魔物が押し寄せている。まずい状況だな。よく聞いてくれ。まずは俺が城の裏手に回り、こっそり中の様子を伺ってくる。その間にお前は、もしかしていつもの長い作戦？悪いけどパス。私たち王様の親衛隊でしょ。早くギルク王を助けに行かなくっちゃ。おい、まったく一人じゃ何もできないくせに。お、始まった。ロード時間早いな。早いな、さすがプレイステーション4。ディルク様はきっと王座の間にいるよ。早く助けに行かなきゃ。よし、回り道になるが、この裏手から進むぞ。おそらく正面から行くより魔物は少ないはずだからな。急がば回れってやつね。よし、行くわよ。うん、王座の間。操作方法がよくわかんないな。とりあえずこれジャンプだろ。まずお前コントローラーから喋るんだ。これか。アクション一覧。攻撃、これ連だね。攻撃、これ魔法か。うわ、これ覚えられない。覚えられないな。基本的な操作だけ覚えとこうか。まあ移動とジャンプはわかるでしょ。あとL1 防御、これが攻撃だ。あ、これ魔力使っちゃうやつだ。ところにまで魔物が。倒して進むしかないようだな。あ、これ、あ、スライムね。うん、これが普通の攻撃。なんかゼルダ無双みたいな感じになってんね。よし、行こう。あ、まだいた。あ、お前は味方だ。間違えた。どれどれ、連打か。うんうん、いい感じ。じゃあ次はこれやってみて。1234。なるほどね。うん、バッチリだね。また魔物、一通りやっつけるしかないわね。これコインは拾わなくていいのかな。勝手に拾ってくれるのかな。あ、そうだね、勝手に拾ってく、うん、結構いるな。次は特に呪文のおさらいだよ。どっちも MP を消費して使うんだ。画面の左下にあるのが MP ゲージだよ。早速特技を使ってみよう。 R1 を押しながら煉獄斬り。あ、これか。いや、結構使っちゃってる。結構使っちゃったぞ今。また出てきた。今覚えた特技。いや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 、これか。あー、なくなっちゃったよ。もうまだいた。うんうん、これで戦い方は完璧だね。魔物も一通りやっつけたみたい。さあ先を急ぐわよ。さあ、じゃあ行こっか。ジャンプか。あ、いきなりあんなやつ出てくんの。離れたところから魔法で攻撃してくるよ。気をつけて。こんなやつ出てくんの。もう落ち着いて三河しをすれば避けられるよ。なるほど、これが三河しか。攻撃には防御だ。うまくできればダメージを防げるよ。うん、避けられた。まだいたか。あっ、何使ってくんだろう。ギラか、メラ。うわ、メラだ。
避けられなかった、避けられなかった。よし倒した。ここの魔物も片付いたな。急ごう、玉座の間はもうすぐだ。そうか、玉座の間だ。俺重けし漢字間違えてた。王座の間って言ってたよね。玉座だ、玉座。うわうわうわ、人数多いな。いきなりこんな、まずい、まずい、まあ危ない。お、見て見て、木箱の上に宝箱がある。何かいいものが入ってるかもしれないよ。宝箱は近づいて立ち止まると開けられるようになるよ。よし行こう。なんかあれだな。なんだこれは、小さなメダル、もしかして。ちょっと説明してほしいよな。小さなメダルっぽいね。ちょっと待ってよ、避けるってどうやるんだっけ。こうか、しぶとい、避ける。先へ進む前にここにいる魔物をすべてやっつけて。まだか、まだいるの。おい、ジーム、ずいぶんスライム来たな。あとはまだいる。あ、壺があるよ。なんかアイテムとか。壺は攻撃を当てれば壊せるんだ。よしよし、行こう。まだ魔物の気配がするぞ。すべてやっつけてから先に進まないとな。あとはこいつか。よし、ここにいる魔物はすべて片付いたようだな。ん、扉が開いた。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますリルク様が心配ね。急がなくっちゃ。おお、強そうなやつが出てきた。これは一体どうしたことですか。王様強いんじゃん。我が親衛隊長よ、魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城も町もほとんど占拠されています。早急に作戦を練らねば。まず玉座の前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいてきたら一方が飛び出して魔物を蹴散らす。もう一方はその場にとどまり、撃ち漏らした奴らからディルク様たちを守るんだ。うん、一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは奴らはいくつかの集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくるはずだ。うん、魔物が攻めてくるたびに一人が攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば体力を温存しつつ敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もうまた長いやつ。長いな、確かに。私はとりあえず襲ってくるやつを片っ端から倒すことにするわ。お前、俺もそっちに賛成だ。考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら三人力を合わせればいかなる軍勢も控えせようぞ。いざいざ奮い立て、我らの城と町を守り抜くのじゃ。王様、なんかイメージしてたのと全く違うな。助けに来る必要なかったような感じが。お、なんかプレイステーション4ってなんかさ、ロードが早いね。来るぞ。ディルク様、下がっていってください。ここは俺たちが。わしは戦う王様じゃぞ。まだまだ若い者には負けぬわい。うん、もうディルク様ったら、王様なのに、いつも自分で戦っちゃうんだもんね。僕は怖いよ。ホミノ、あなたはそこでじっとしているのよ。私たちが守ってあげる。うん、みんな気をつけてね。
危なくなったら踏みで回復するよ。うわうわ、人数多いなおい。おお、これ気持ちいいけど、気持ちいいけどどうなってんだろう。もうこれ完全にデルダ無双だよ。まあ今回のこのゲーム作ってるのがコナミじゃない、コナミじゃないや、どこだっけ、光栄か、光栄が関わってるみたいなんで、ちょっとデルダ無双とかね、なんとか無双っていうゲームあるじゃないですか、あれちょっとあれに似てるような感じになったやつね、きっと。なんかさっきからあのプレイステーション本のコントローラーの方から音声が聞こえるんだけど、これ設定で変えることできないかな。ゲーム実況だからさ、あのこのマイクにちゃんと音声を載せたいんですよね。さっきレベル上がったよね。あ、倒しちゃった、もう。あ、極上ソルトだって。あとこいつだけか。全て読み通りだ。うむ、さすがは我が親衛隊長よ。良い戦いぶりじゃった。この調子で城内の魔物を追い払うぞ。3人ともすごいや。よし、僕だって頑張るぞ。待ってて、この先の様子を見てきてあげる。ちょ、待ちなさいホミロ。もうあの子一人で行っちゃったわ。城の中にはまだ魔物が残っている。ホミロンだけでは危険だ。急いで後を追った方が良さそうだな。うん。ホミロンったら本当に一人で行っちゃったのね。人一倍怖がりのくせに先走っちゃうんだから。いやー、痛いよ、やめて、みんな正気に戻ってよ。今のはホミロンの声じゃ。魔物に襲われておるようじゃぞ。ちょっと待って、今噛んだな。大変、あの子一人じゃ危険、危ないわ。早く助けに行かなきゃ。ああ、そうしよう。やはり城の中にはかなりの数の魔物が入り込んでいるみたいだな。行きましょうか。このコントローラーから流れる音声どうにかならないですかね。うわー、すげえ囲まれてるんだけど。ホミロン、マップが出てる。ちょっとここにもこんなに。ホミロン、今行くからね。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。いやー、しかしこんなゲームの序盤であんな骸骨剣士が出てきちゃっていいんすかね。ちょっと待ってよ、戦いの前に設定変えたいな。設定変えることできないか。しまった、行こう。後で設定変えるか。こっちだ、後ろにいる。そう、そんなのあったんだ。やばい。そんなのあったんだね。ああ、いきなりゲームオーバーだ。申し訳ない、ホミロン。本当に危機一髪だったんだね。ちょっと、ここにもこんなに。ホミロン、今行くからね。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。よし、じゃあ行こう。一気にホミロンのとこ行った方がいいな。やめてよ、こっちに来ないで。こいつらは無視。いたよいしょ、うん、守った方がいいね、ホミロン。よし、あ、いらった、使っちゃった。うわうわ、まあ、人数多いな。ホミロン大丈夫かな。
痛い痛い痛い、あ、殴られてる殴られてる、追いかけられてる、ホミロン。自分で回復してほしい、ホミロン。どこ行った、あいつどこ行った、あ、あんなとこに、なんで自分で突っ込んでいくかな突っ込んでいくなって。よし、この煉獄斬りってやつかっこいいな、やばいな。すごいな、うわ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 、ゲームの序盤でこんなことできるんだ、すげえ。うん、お、レベル上がった、嬉しい。よし、あとはこいつら片付けるだけか。こんなもんかな、あとは。よし、行った、全員やったみたいだね。すべて読み通りだ。ふぅ、やっと魔物がいなくなったわね。ホミロン大丈夫？うえー、怖かったよ。勝手に先に行っちゃったりしてごめんなさい。やれやれ、とにかく無事でよかった。それに城の中にいた魔物もあらかた片付けたみたいだしな。よーし、ならば次は城下町だ。すでに我が精鋭たちが奮戦しておるはず。我らも急ぎ合流するのだ。やっぱ声優さんってすごいよね。ゲーム実況やってこのセリフ喋っててもうまく喋れないもんな。で、多分今回のゲームの最初の方にも言ったと思うんですけど、よーし、もう一息じゃ、うん、予想はしていたが、やはりこういうやつもいたか。襲ってくるなら倒すだけよ、たとえドラゴンだったとしてもね。いきなり出てくるんだ。